さーて、今日も仕事だ。よし、頑張るぞ。あれ？このメールは何だろう。まあ、開いてみるかな。ちょっと待ちたまえ！誰なんだ、このヒーロー的なやつは。そしてこの悪魔みたいなやつは一体。セイキン君、君がそのメールを開いたら最後、君の PC はウイルスにかかり、撮影した動画を全て失うことになるぞ。なんだって、こいつはまさかウイルス。そうさ、私はウイルス。お前のデータをいただきに来た。その通り。このままではセイキン TV の更新がストップするところだったが、私が来たからにはもう大丈夫。あなたは一体。私の正体はマカフィー戦隊マカレンジャー。何、貴様があのマカレッドか。そういうことだ。とっとと消えてもらおう、マカフィー。危ないところだった、マカレット、ありがとう。礼には及ばないさ。動画更新頑張ってくれ。セイキンミュージック、セイキン TV を一夜。こんばんは。7時になりました。セイキンニュース700のお時間です。それでは一つ目のニュースです。昨今、個人の ID、パスワードが漏洩するなど事故や事件を多く聞くようになってきました。インターネット、SNS などが発達した情報社会の今、 ID、パスワードの管理をすることは非常に重要なことでありますが、いざ対策をするといってもなかなか大変なものです。っていうニュース番組があったら面白いなと思って、ちょっとやってみたんですが、いかがでしたか？はい、ここからは通常通り行きたいと思います。まあ先ほどニュースキャスターセイキンが言ってましたが、やっぱり今ね、こう情報社会なので個人情報が漏れちゃいましたっていう事件よくありますよね、本当に。で、僕もそうなんですけど、皆さんもパスワードとか ID ってたくさん持ってますよね。それの ID とかを管理するってのはすごい大変なことですよ。例えば YouTube、 まあ動画をアップしている人はもちろんなんですけれど、こうチャンネル登録をしている人は皆さんそれぞれ自分のアカウントを持っていて、 ID、パスワードを入力して、ログインをしてから、動画視聴してますよね。まあ YouTube に限らずその他ね、インターネットサイト、 SNS たくさん登録してると、あれー、これパスワードなんだっけなーっていう時ありますよね。そう、簡単なパスワードにしとけばもちろん忘れないんですけれど、その分危険ですね。かといってうわーってめちゃめちゃ長いパスワードにしとくと多分覚えられなくて、ログインできませんとなると思います。ということで今回はこちら、じゃん、マカフィーリブセーフ。まあここに書いてあるんですが、コンピュータータブレット、スマートフォンのデータと個人情報を保護する究極のセキュリティ対策。あのマカフィーっていうと有名だからね、皆さん知ってる方も多いかと思うんですが、まあ、ウイルスとかいろんな脅威から自分の情報を守ってくれるというものです。あのセキュリティソフトっていうと、まあ、たくさんあると思うんですけれど、このマカフィーが絶対的に違うところっていうのは、顔認証&音声認証、まあ、生体認証システムを採用してるっていうところです。今日は実際にですね、このスマートフォンを使って顔認証音声認証やってみたいと思います。はい、こちらマカフィーのパーソナルロッカーっていうアプリなんですけれど、事前にピンコード、僕セイキンの顔、そして僕セイキンの声を登録してあります。これ例えば何か登録しましょうか。メモを作成。はい、これでいきましょう。まあどうでもいい情報ですが、実はセイキンは貝が苦手、まあ貝類がちょっとあんまり好きじゃないっていうどうでもいいメモだけど、これ極秘のメモとしましょう。これ極秘のメモを保存しよう。はい、極秘情報1としましょう。保存。おっ、セキュリティレベルを選択で、高に設定すると生体認証を行います。低に設定するとピン番号でサインインした後に何も行いません。生体認証するにはこう、これでいいのかな。はい、極秘情報1、非常に重要なファイルができましたね。で、これを開きたい場合なんですけれど、これを開くを押すと、お、来ました、来ました、早速来ましたよ、生体認証、顔の確認をする。
これ確認、僕かどうかってことを確かめるわけですね、こいつは。やってみよう。でこれ多分変な顔しない方がいいと思うんだよね。普通の顔でいこう。普通の顔ってあんまりやんないからあれなんですけど、よし、これでこれを使用します。はい、顔は、あ、顔は通った模様ですね。はい、そうすると次は音声を確認する。なるほど、ここで音声認証がやってくるわけですね。青い字を読み上げればいいってことでしょうか。自分の声がパスポートになっているので自分の識別情報が盗まれることはありません。本人確認を行ってください。はい、どう？おお、通った通った。まあそれはね、僕の声だから通んないで困るんだけど、おお、ちゃんと読み取って通りました。でこれさらに別のフレーズが出てくるんですね。一回じゃダメってことですね。まあ、本人じゃないんかもしれないからね。そうだね、そういうことですね。船頭を多くして船山に登るよっ。どうですか、どうですか。あれ迷って大丈夫？おお、通った。おお、極秘情報開けました。はい、ということで今回、マカフィーの生体認証、顔認証と音声認証をやってみてなんですけれど、これはね非常に楽です。顔写真撮ってちょっと喋ればね、もうそれだけでパスワードですから、僕セイキン自身がもう鍵になってるわけですよ。今回ご紹介したこのマカフィーのリブセーフなんですけれど、もちろん量販店とかオンラインショップで購入可能なんですが、あの最近の新しいパソコンには結構もう搭載されてるようなんですよ。なので最近パソコン買いましたって人はね、ぜひ一度お試しください。あのインターネットって非常に便利なんですけれど、こう情報が漏れちゃったりとかっていうのはすごい怖いことなので、それを守るためにこういうセキュリティソフトを活用するのは非常にいいんじゃないかなと思います。細かいことはこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、その URL からぜひチェックしてみてください。自分が鍵になる感覚ぜひ味わってみてください。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。